はい、エディネです、ね。今日はですね、あの、テニスクールで起こった、こう、問題ですね。今、ちょっと大阪の方でもね、ちょっといろいろこう、なんかこう、最近なんかこう、大阪でいろいろこう、移籍したりとか、いろいろこう、こう動いてますよね。こう、どうなってんのっていうのを、ちょっといろいろね、あの、 ちょっと話を聞いたのをね、ちょっとまとめて、で、まあ、スクール選びの一つのなんとか書く指になればいいんじゃないのかなというふうにちょっと思ってお話しさせてもらいます,です、ね。でね。ちなみにこのね、えっ、ー、と、あの、動画に関しては、あの、私別に YouTuber になろうと思ってやってるわけじゃなくて、まあ、うちに来てくれてる人たちが、まあ、あのー、ね、えっ、ー、と、いろんなとこから来てくれてるので、えー、毎日毎日ね、白川からのこうメッセージとかそういうふうなことがちょっと聞けたらいいんじゃないのかなという風うな感じで落ち着けてやっております。で、えー、また何かの皆さんの指針になれば、 いいかな？という風な内容のものですね。で、まあ今ちょっとね。あのまあ、大阪で起こったらこれでも多分オフ会全国的でも起こっていることかなとかと思うんですよね。もうスクール崩壊ですよね。まず、あの大阪のある？あの、ちょっとえっ、ー、といいスクールがあったんだけど、もうあの経営陣が変わっちゃって。で、えー、コーチたちも一生懸命やりたいんだけども。もうあの経営方針であまりジュニアをこっちから入れなくなったのかな？そんな感じで。 で、あのー、まあ、いいコーチもね、そこに移籍して頑張ろうとしただけんだけど、なんかすぐ辞めちゃってんで、どうしたのって聞いたら。 もうあの大義を何にもあそこには感じないとか言って,て言われてね、あのそうなのかと思って。で、実際ちょっと私も顔出したらね、もうなんかフロントかフロントから何からもう受け答えが接客業になってなくて、えー、これマジって言ってくれって、これだったらお客さんちょっと目減ってくんじゃないのかなぁと思って。経営陣はなんかもうあんまり下に降りてこなくて、で、えっと、もうなんかこう指示してるだけなんだろうねっていうのがよくわかってるから、もうあの、 下の従業員もあまり働く気はない。で一生懸命やりたいコーチはもう、何ですかね、こう、もうなんかやる気なくしていくみたいな、そんな感じになってる。で、じゃあ、あの、生徒はどうなのかっていうと、やる気のある、だからもうそんな状態だから、なんかこう、あのやる気なくしていって、こうやめていく。で、残った子ってのはもうなんかふざけまくるんだって、なんかね、もう。 なんかこう、一生懸命本人は頑張ろうとしてるのに、なんかこう物投げつけてきたりとか、なんかふざけてきたりとかって言って、みんなでわーっとこうやってるっていう。で、そうなってくると、これ選手コースじゃないじゃないってことを言ってて、で、まあ本人も辞みたいって言保護者ももうここではやっていけないって言って、また抜けていく。いい子は抜けていって、で、えー、まあ質の悪い子っておかしいけどね、もうふざけるんだったらもうやめればいいのにね、そんな子ばっかりは残っていくというね、もうそんな感じなんですよね。 あ,そんあの、多分多いと思うんですよ。一生懸命自分をやりたいと思ってるんだけど、もうそこに集まったところをね、ちゃんとこう、コーチが、あの、ピシッとこう、分けてね。で、まあ、うちだったらもう、はっきりでもう二度と、あの、入れないじゃないう入れないのか。もう、テネスエナジーって言ったら、もう、あの、除名解散という、ね、あの、よくそれで有名だったんだけど、あの、もうすぐ辞めさせられるのか。あの、私、ニコニコしながらスパッと辞めさせるからね、だってもう。 あのー、まあ、今はもうそんなにテニススクールやってないから、そんなことはない、ないんだけど。でも、なん、なんていうんですか、あのー、こう。 休み。申し込むだけ申し込んでも来ない、あのあの急に来ないとかなんとかって、そんなのが増えると、もうあの私は返信、ま、もしないんですよ、正直言ってねだからもう。だって真面目に来てる人をやっぱりちゃんとあの見,あの見ていきたいと思うから、そ,そういう人はあんまりこうあの、時間かける必要ないと思ってるから、もうそこから連絡ないんで、連絡しないんで で、あの、昔あったんだけど、まあ、あ作るでもこう、ふざけてるし、なんも、いろんなもう話もなんないね、あの、 なってくると、もう私そのクラス潰しちゃうんだよね。もう、もうこのクラス来月からなくします、えーすって言ってもね、なくして。じゃあ私たちどこのクラス入ればいいの、うん、ちょっと今走られるクラスないからプライベートかなんかでやってね、みたいなね。まあプライベートだったら別に周りにこう迷惑をかけないじゃないだからもうそういうふうなことがあったりとか、あのいろいろあると、あの、もうクラスをなくすか。えー、状況だったらもうチーム全体そのものがもうスパーンと起きはすいません。解散しますとか言ってこうなくなる。 本来の目的とちょっとなんか違ってるなと思ったら私も辞めるんですよね。解散するん。あの、その時でも、まあ、ああの、なんていうか、家庭によってはもう10万以上払ってくれてるような人たちが何人もいたようなあのチームだったんだけどで、それでもまあ解散したもんね。自分のやろうとすることっていうか、まあ、目指すものがもう全然違うんだったらっていう。だから、あの、なんていうかね、あと、うちのち試合もそうなんだよね。あの、もう、なんていうかね、もう、あの、 無断欠席するとかっていう、そういう人だったらもう,こう、もう絶対入れないの。もうね。あの、申し込み来ても絶対入れないのね。だからどうなったかというと、本当に血筋のある人たちばっかりが一生懸命やってる人たちが今、こう集まってくれてるのね。極端に言えばね。だからそういうのが気持ちいいでしょ。えー、そんな感じで、あのー、なんて言うんだろう。やっぱし、あのー、こうピシッとこう、棒、棒ひ引かないとダメだと思うんだよ。線引きをね。 下手でもいいと思うんだよ。下手でもいいけど、一生懸命、あ、この子やってるよねって言ってね、こうみんなが、頑張れ頑張れって言ってもらえるんだったら、まあ、あの、なんとかコーチも頑張ろうと思うけど、いくらうまくても、なんかこう、もうふざけて、ウェーってやるんだったら、ねだから、結局そういうのを、なんか放置するから、そのクラブもな、なんかみんなやめていくんでしょって言って、こうね、こうなっていくのね。で、えー、なんか近くにね、なんかすごくいいコーチがあの来たからって言って、まあ、中身はそっち今流れてるみたいだけど。 あのー、そんな感じで。だから、なんていうのかな、やっぱりこう、大事なの環境ってすごく大事で、で、もう正直その、 なんて言ううだろうあの環境が悪かったらこう環境は変えていかないと厳しいだろうなと思うの,、ね、あのまあ、コーチとの相性が悪いとかいろいろあるじゃないでも動きないんですっていう人がたくさんいるけどでももうあの本当にやる人ってもう動いてるからねどん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 いろんなところにねもうだって引っ越ししてまで動く人いるぐらいなんだもんだってで一緒の問題だしってくれて言ってねもうテニスにかけてる人はねやっぱりこうその大事な時期はもう二度と戻ってこないからとか言って。 さすがにまあねあの仕事を辞めてまでやった人もいるし、えー、ともっとすごい人はもうなんか「家売っちゃいました」なんて人も言いましたけどね今までね。でまあ、そこまでではないにしても,してもやっぱりこうもうちょっとこう環境はねやっぱりこうちゃんとできる環境に身を、えー、置くことが大事だしでもしそういうふざけた子とかそんなんがトーナメントクラスみたいなところがいるんだったらちょっとコーチにちょっと時間談判して。 何、えー、とか改善してもらえないかってことでなんか進んでいかないと多分厳しいんだろうな。あのー、なんていうかな。とこと最近、なんていうのかな。あのー、こう 甘い親も増えたよね。なんかこう難しくなってね。もうちょっとなんかこう、あの、厳しくすると、なんかプチ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 とこう言ってくるの。でもまあ、あの、別の親は、いや、もう厳しくしっかりやらしてほしいと思ってるのに、ね、コーチもじゃあ一生懸命やろうと思ったら、なんかあの横へ、横へ行って、ちょっと、あの、もうちょっと優しくしてくんないとうちの子勉強できないからとか、で、ね、こうやこれぐじゅぐじゅ言ってくるのね。勉強できないんだったら、それやめりゃいいじゃないと思うんだけどね。 あのー、その中途半端に人が入ってくると、やっぱりなかなかこう厳しいだろうなってのをこう思うので。えー、まあ一応ね、今回も夏休みにね、あのー、なんていうのかな。 えっと、まあ、毎日練習とかやってるんで、まあ、うちに来る人っていうのはもう本当にね、一生懸命やりたいんだとか、で、あの、テニスのね、まあ、ちょっと技術浮気してるから、あの、まあ、ちょっとあんまり勝ててない人っていうふうなのも分けてる。でも、あんまり勝ててない人とかっ言っても、あの、あの、申し訳ないけど、やっぱりこう、あの、府県の、あの、なんか一桁レベルのこう何人かいるので、ね、こうね。 でもやっぱ基礎やりたいからとかそういうのやりたいからとかって来てくれるしであの小学生のクラスのとこでも ITF のポイント持ってる子なんかは「いやちょっと基礎をしっかりやりたいから」って来てくれるしやっぱこう前向きな子がねやっぱりいると多少周りがレベル低いと一生懸命こうやるもんね,こうねああいうのと気持ちいいじゃないでその見てやっぱりなんていうかねあ僕たちもこうなんなきゃいけないんだとかっていうのがあって一生懸命こうやってくれる。 あのー、やっぱり、どういうんだろう。これから、こう、人を選ばなきゃいけないと思うね。やっぱり、こう、それがサービスだと思う、ね。だから、入る時に、あのー、 なんていうのかな、あの中途半端にね、こう、なんていうのかな、こう、まあ考えられておかしいけど、あの、まあ、何していいかわかんない人はいいんですよ。ちゃんと、あの、あの真摯にね、あのこっちも答えようとするから、相談してくれたら、こうですねああですね、ってなるかの答えるけど、あの、この、悪ふざけしたりとか、もう、そういうのって論外じゃない、極端に言えば、これ、あの、だからあの、そういうふうな、あの、 あともうなんか来るのか来ないのか分かんない予約だけボンボンボンと入れてもはいキャンセルキャンセルキャンセルと何回キャンセルするんだよってまあ中にはねもう明らかにこう学校の方がこう忙しくて事情が分かってる家にもありますよなそれやったらまあ大体ね最初が分かってるから大変ですよねまあ,あの忙しかったらいてくださいねとかって言うけどもあのそうじゃないなんかこういろんな他のスクールのなんか試合かなんか試合しないんだけど天秤あのかけまくっていう直前でなんかな,ないんだもんだそうなって るとあのじゃあ待ってる人ってどうなるのってうキャンセル待ちしてる人もいるでしょうだあ,あの早めに言ってくれたらキャンセル待ち連絡できるけどそれすらもうできないな何も言わないで来ないっていうとこれ論外じゃないっていうねで後から終わってからいやちょっと連絡が忙しくできなかったんですとか言うてもそれは無理じゃないまあ今そういう人はいないけどねうちにはねでもやっぱりあのー、なんていうかなこうやっぱりちゃんとしたメンバーを選出すればこう秩序がそこにあるから。 そこがこうね、まあ、大事かなとかと思うんですね。あの、だから最近のこの、まあちょっと大阪のね、まあ、まあ、その時期なのかも、今その時期なのかもわかんないけど、あの、ね、えー、っと、ちょっといろいろこう動いてる人がいてるらしいけど。 まずあのそこに地図上が崩れてきた,来たんだなーっていうのをねちょっと最近ちょっと感じてきてまあ逆に言えばあのチャンスだよねって強くなるためのチャンスもあるそこにあるんだろうねとか思うのねでまあ一応7月もね夏休みも入って土日にね、えー、結構あの練習会とかって入れててこう平日はもう毎日ねこう、えー、とやっててもうメンバーはあのまあ 一応ね、もう二人ぐらいかでもやろうかなと思ってね、やる気のある人だったらね、さすがに一人だったらちょっと厳しいんだけど、あのー、きっちり。で、そこでレベル見てね、それがちょっと小学校の子と中学校の子でちょっと離れちゃうとちょっと無理かなと思うけど、まあ中学生は中学生で、中学生は中学生ってこう分けて、まあ、あの、同い年でもレベル、できるレベルだったら一緒にもやる場合もあるかもわかんないけど。 あのそんな感じでちょっと今んところちょっと考えてるので、えっと、特に夏休みの期間でね、ちょっとなんかこう思い当たることがあって、ちょっとっていう人は、うまくこう利用してくれたらいいんじゃないのかなと。まあ中にはね、もうちょっとテニススクールそのものを休んで、もう1ヶ月こうやってみっちりやりたいですっていう人もこういましたしね。あのー、やっぱりこうスクールであの、なんていうんだろう、あの、遅くまでやるから、睡眠時間がなかなか取れたりしないんだよね。で、夏だったら、 やっぱり花火大会方いろんなこう行事もあるじゃないこう夜って結構ね。だからまあ昼間みっちり詰めて7月の中旬から8月いっぱい毎日やってるから一応今のところね。えーちょっとその前にちょっといろいろねあの遠征が入る可能性があるかもわかんないけどほぼほぼやるのであのまあ一回こう思い当たることとかちょっとなんかある人は見てもらえばあのいいんじゃないのかなと思いますよね。 ま、強くなるためには、やっぱりこの、えっと、環境、外、あの、やるべきことを、こう、順序立ててやるっていうことがすごく大事だから、そこをちょっとね、あの、注意してね、えー、っと、考えていただければいいんじゃないのかな、というふうに思います。えー、今までうちに来ていただいたら頑張ってますかあのー、やっぱりこう、継続がすごく、え、大事だと思うので、えー、めげずで続けていってください、ですね。えー田さん、という頑張ってください。